皆さん、こんにちは、翔です。で、今日が10月の28日、今が16時30分なんですけど、日本株ですね、日経平均、今日また下げてきた。 ただし中身を見るとグロース株強かったんですよ。全部が全部ダメっていう状態ではなくて、上がってるところ上がってるんですね。しかもマザーズ銘柄に関してはかなり良かった動きが。もうこれは全部ですね、アメリカの長期金利が下がってきたっていうところ。まあそれがですね、トリガーになってグロース株優位に傾いているから、まあこういった動きをしてきてるんですけど。なので現状ですね、日本株マーケットの状況がどういった形なのかっていう分析をですね、いつも通りしていきたいと思っています。 で、僕は2013年から7年間証券会社に勤めていた元証券マンで今専業投資家です。で、自分の資産をですね、増やしてきた趣向、マーケットの正しい見方、テクニカル分析の実践的な使い方っていうところを皆さんにですね、配信しているので、まだ僕のチャンネル登録してない方がいたら、ぜひともですね、チャンネル登録とあとツイッターのフォローしておいていただけると、すごい嬉しいです。あとですね、コメントとかもいただけるとすごい嬉しいので、皆さんですね、何かあったらどんどんね、コメントください。というわけで、いつも通りですね、まずはマーケットの 全体像からですね、確認していこうと思うんですけど、上から順番に S&P500、4551、0.51% 45下落。ナスダック、15235変わらず。ダウ平均。まあ、ニューヨークダウですね。35490ドル、0.74%下落。で、米国株ですね、高安まちまちというか、まあ、全体的にですね、ちょっと下げてるんですけど、 ビックス指数がですね、また上がってきました。16.98です。で、ここですね、マック D がゴールデンクロス組みそうなチャートかなを少し形成してきてますから、そこは警戒かなと思ってます。で、日経平均その流れを受けて、今日28,820円、278円安ですね。まあ一旦ですね、窓を埋めた後に買い戻される流れになっているので、まあそこはですね、読み通りかなっていうふうに思ってます。はい、日中の動きとしてはですね。ただし、中国マーケットがまだ弱い。上海、深圳、ハンセンともに、 下落していて、上海総合指数に関しては1.22%下落。で、ユーロストックに関しては0.07%に小幅安という形になっているので、全体的に真っ赤っかです。ナスダックを除いてですね。まあ、ここに関しては、金利がですで、ね、まあ、低下してきたっていうところ。あとは WTI 原油が下がってきたっていうところ。エネルギー関連が、関連名外が上がってたんですけど、そこあたりはですね、やし弱かったんですけど、相対的にね、やっぱし、あの、バリュー株の方、 から、グロース株の方に資金が向かってるのかなっていう気が昨日の段階ではしています。なので、そこはですね、しっかりと押さえておいてほしいんですね。じゃあ、そういった状況を踏まえて、現状の株式マーケットがどういった状態だったのか、今日の日本株マーケットがですね、そこをですね、分析していきたいと思うんですね。で、まず見ていくのが日経平均の冷やしチャートです。はい。MacD は青のラインが若干切り下がってきている。RSI も切り下がってきてますね。で、ここに関しては、 ここのラインをちょっと意識しておいてほしいなっていうふうには思います。はい。あとはここの上りの抵抗ラインですね。まあ、そこあたり意識の段階。でストキャスティックさんまだですね、金付き味のラインまで足してないんですよで。現状の冷やしのポジションを見るんですけど、昨日皆さんにライブで話してた通り、ここの窓ですね、窓埋めをした後に、やっぱし買い戻されて、下ひげ伸ばしているような状態なんですね。 で、今、200日移動平均線上で動いています。で、今日下がった原因、もちろん米国株が、ね、あの、下がってるっていうところ、難聴な動きしたっていうところもあるんですけど、日経平均先物は100万400円以上ですね、下がった局面があったんですね。なぜかというと、5日移動平均線とか25日移動平均線ですね、ここのラインが、200日移動平均線、このピンクのラインと、 デッドクロス組みそうだったんですよ。昨日の時点でですね。ここが反応してきた可能性が高いかなというふうに思ってます。なので、やっぱり移動平均線というのは、一番い,いろんな、ね、投資家が見てる最たるものなので、テクニカルの最たるものなので、よしここあたりのデッドクロス形成っていうところには結構シビアにマーケットは反応するし、あるゴも それを見てから動いてきますよね。それが出たから、今日はですね、結構荒っぽい動きを日中日経平均はしてたのかなっていう気はします。昨晩から日経平均先物はですね。はい、まあ。とりあえずは、さっきラインを表示したんですけど、今の現状のポジションはこのピンクのラインですね。これがあのここに14で書いてるんですけど、これが PER、14倍の時の日経平均の理論値です。はい。で、ここが15倍。 ここが13倍なんですけど、今、冷やしのポジションは、こっちの14から15倍のレンジか、もしくは13から14のレンジ、どっちに、どっちの方で動くかっていうのを決めに来てます。決めに来てます。なので、このライン上で動いてるだけだったらまだいいと思うんですね。明日以降、どっちに触れてくるかどうか、明日じゃないですか、もう来週ですね。そこで方向感が定まってくるかなって気はするので、 で200日移動平均線だけで判断すると、ここはあの上の方に突っ切ろうとしてますから、上行きたそうにしてるんですよ。ただし、25日移動平均線で考えちゃうと、今このラインとクロスしようし、しようしそうになってるんですね。ラインが。クロスしそうになってるんですね。そうなってくると下に行っちゃうかなって気がするんですよね。まあ、どちらにしても結構難しい状況ではあるんで、はい、あの、ちょっとね、 リスク管理だけはしっかりとしてた方がいいのかなっていう気はします。はい。特に、昨晩の s p 5 0 0とかニューヨークダウン下がってたと思うんですけど、ビックス指数ですね。市場の不安心ーに表す恐怖数に関しては、米国の方ですね。今上がってきてまして、MACD がちょっとゴールデンクロス組みそうになっちゃってるんですね。ここあたり見ても少し警戒感、米国株の方、まあ、テーパリング懸念っていうところがですね、ちょっと出てきてるかなっていうふうに思うので、ちょっと警戒感は、 日本株マーケットを持った方がいいかなっていうふうに思うんですよ。どちらにしても、FOMC を通過するまでは、ちょっと大型株は手掛けにくいのかなっていう気はしなくはないですね。その反面ですね、中小型株には資金が向かっているという状態なんですけど、じゃあ今回ですね、日経平均の上下にですね、ちなみに寄与した銘柄がどこだったのか。1位が東京エリフ。 2%上がって、日経平均を37円相当押し上げています。でその下にアドバンテスト、新越、TDK、スクリーン、この5銘柄が上昇企業トップ5だったんですねで。スクリーンに関しては、昨日ですね、決算が発表されて、中身良くて情報修正入って、増配も発表しているので、なので今日素直に8%上がっているという形ですね。まあ、金利が下がったので、グロースが全般的に高かったです。 じゃあ逆に下落上位はどこなのかっていうと、1位ファラック、2位 M3、ダイキン、ソフトバングループ、ファーストリテイニング、この5名柄が下落企業トップ5なんですね。もう対照的ですよね。ネガサグロースが弱かった。ファラックも決算発表。M3 とファラックに関しては決算発表後、物足りなかった。M3 に関しては、ある事業の成長というの,のところの鈍化が見えちゃったんで、叩き売られてしまっていると。中身は良かったんですけどね。 やっぱしただやっぱし市場が中心している事業のところの伸びがちょっと鈍化してきてるっていうところがですね、嫌気されて、売りに押されてしまってるような形なんですよ。なので、決算後にやっぱ下がってる銘柄もあるんですね。大きく切り下げてる銘柄があるので、やっぱし個別銘柄ごとにですね、対応していく必要が今のマーケットあるのかなと思います。一生合計の信用バレスもまだ高止まり状態なので、どちらにしても、 テックが、グロースが強いですよね。流れ的に言うと。はい。じゃあなんでかっていうと、それはもう皆さんご存知の通りも、さっきも言った通り、アメリカの長期金利が1.554%まで下がったからです。で、ここは上を、この上の青のラインをブレイクしませんでした。ブレイクアウトしませんでした。なんでそれが重要なのかっていうのは皆さんにこの前、お伝えしてるんですね。ちょっとこのラインがですね、ずれて元に戻すんですけど、ここですね。 ここの時、2021年の2月17日ぐらいか。ここの平行チャンネルを、この10年さ利回りは上にブレイクアウトしちゃったんですよ。その段階で即席数は頭を打ちました。で、今回も同じ平行チャンネルなんですね。傾きとか。ラインは平行だと思うんですよ。こ,この平行チャンネルとこの平行チャンネルが。で、ここのラインを上にブレイクしそうになったんですね。この段階で。さすがにその段階では、 テック関連売られたんですけど、そこから下がってきて、元の、要はチャンネル内に戻ってきたので、10年再利回りがですね。そこからグロース有利で、金利は上がってるんですけど、前の水準から比べるとですね。ちょっとグロース有利にマーケットが動いたっていうのが現状ですね、昨晩のね。なのでそれ、その流れが日本株マーケットにも顕著に現れてるんですよ。さっきのグロース株有利の順番見ても、その通りですよね。 なので、この状態が続くならば、金利低下の状態、この平行チャンネル内での、まあ、あの、緩やかな上昇というものが続く限りは、グロース株は本格的な下げっていうのはまだですね、先になる可能性が高いです。そこはですね、押さえておくべきところかなとは思います。まあ、FOMC の結果したいっていうところもあるんですけどね、もちろん。はい。じゃあ次にですね、見ていくのが、トピックスですね。ここはどうなのか。もう日経平均と一緒です、さっきり言って。MacD の形状も、 パラボリックが東の上の方に今回点灯して、ここに下落トレンド形成してるんですよね。で、窓、まあ、もここもちょっと埋めた感じで、ちょろんとね、少し一目の影のライン、この赤のラインで、なんとか下げ止まってるような状態なんですけど、ここまだ方向感は乏しいですよね。ここのラインを試しに来てるので、明日ここのラインを下回らないでまた判定してくるんだったら、 まだ大丈夫かなって気がします。ここのラインを明確に下回っちゃうとちょっと問題かなって思うから、冷やしのトレンドよりも RSI がこのラインを割るか割らないかっていうところをより重点的に見てあげた方が、このチャートを見る限りでは正しいのかなっていう気がします。なので、ここのライン明日意識でいきましょう。はい。下回ってくるようだったらちょっとね、あの、下げの圧力がもう少し強まってくる可能性が一応考えられる。じゃあ、トピックス確認したので、 NT バイルスですね。日経平均とトピックスの優位性っていうところを確認するんですけど、次にですね。これが日経平均割ることのトピックスですね。なので上昇すると日経有利、下落するとトピックス有利なんですけど、ここに関しては、今、移動平均性はゴールデンクロスを形成して、緩やかな上昇を形成しています。上昇パターンを。まあ、今日はちょっと下がってるんですけどね。これがさらについてくるかどうかですよね。ついてきてほしい。どちらかというと、 要は、この高値ラインを抜けてきてほしいです。そうしたら日経平均強度の高い銘柄ですね。主力どころのソフトバングループとか、あとファーストリーテイリングとか、そこあたりの値動きはもっと軽くなってくる可能性が考えられる。はい。まあ今のところですね、まだ、トピックスよりも日経平均有利であるというところを押さえておいてほしいかなと思います。これ見る限りは。じゃあ次に見ていくのが、マザーズですね。ここは素晴らしかった0.81%上がって、僕の持ってるマザーズ銘柄も、今どんぐらいかな ?4%? 3、4%、4%弱ぐらい含み益っていう状態ですね。はい。今日も実利取りながら持ち越してます。で、新しく今日主力どころの銘柄、一銘柄仕込んだんですけどね。うん。で、ただここに関しては、実はまだ報告感は出てないんですよ。毎回言ってる通り、この三角持ち合いなんですけど、今日上がってます、確かに。で、最終到着点は11月の15日です。はい。 まだどっちに触れてくるかっていうのが、このチャートをパッと見た感じ、まだ見えないんですね。バックディーはまあ切り上がってきてるんですけど、RSI のここのラインも、このラインだけ見ると上に抜けたそうにはしてる。ここのラインがよりこっちのラインにですね、接近してきてるんで。まだ、あの、これが、タッチして切り下がるようなパターン形成してないんですよね。ということは明日もマザーズ銘柄見ておく必要があるということです。 RSI であったり、RSI のラインが壊れてくるようだったらちょっと警戒しないといけない。マックリーがデッドクロスを組んでくると、ちょっとね、あの、警戒しないといけないんですけど、今のところそのパターンは目先ギリギリ回避されているので、だったらもう少しですね、様子を見た方がいいのかなと思います。今の金利の下落局面を見ても、今グロース有利っていうふうにマーケットは動いてはいるので、じゃあ、現状のマザーズへの資金の流れはどうなのか。まず見ていくのがエネンバイスですねで。これはですね、 で、このエネンバイエスについて詳しく知りたいという方がいたら概要欄の方に関連動画のリンク載せていますので、それを見とってください。ここね、あの日経平均とマザーズの傾きですね、需給の傾きを見る上で非常に重要なチャートになるので、で、ここもあの今日は下がってるんですよ。大きくですね。ということは日経平均よりもマザーズよりに今日の局面ではもちろんですね、動いてるという状態です。ただ、明確に下の方に行ってるわけじゃないですね。ここの中央線のラインで 揉み込んでるので、明確にやっぱしここのラインを割ってくるならば、下の方にですね、マザーズに本格的に資金が向かってくると思うんですよ。ただまだそのパターン出てない。残念ながらですね。他のパターン見ても、明下ですよね。ここ割ってきたらまあおもろいんですけどね。はい。こんな感じがします。で、次に見ていくのが TM バイルス。トピックス割ることのマザーズで表されるチャートですね。ここも、今回下がってきてます。はい。 RSI のトレンドラインを見るんですけど、ここのラインを割ってくるかどうかですね。今、三角持ち合い的な形をしているので、もう方向感出ます。もう方向感で、もう動く。もう動き出す。最終到着点は11月の15日なんで、あと2週間以内にどっちかに触れてきます。まずは。はい。どっちかに。 これ下がってくるとマザーズ有利です。なので、このチャートを下にブレイクしてくると、マザーズ有利にマーケットが動いてくることも考えられるんですね。で、MacD がちょっとデッドクロス形成しそうになってるんでね。明日動き、まだ見とくべきですよね、マザーズは。これを見ると。次に見ていくのが MJWIS。これが、マザーズ割ることのジャスタック。上昇するとマザーズ有利。下落するとジャスタック有利なんですけど、ここは上がってる。で、一目の上下のライン、この赤のラインを抜けてきてるんですね、東は。ということは、MacD パラボリック、 いや、一目、すべてが、三つが上昇トレンド形成してるんで、トレンドは今、上向きなんですよ。ということは、ジャスタックよりもマザーズよりなんですよ。現状では。総合的に判断して、今週はもうあと一日しかないんで、あれなんですけど、来週マザーズ動いてくるかもわからんですね。何もなければ、マーケットに。何も不確定要素が出てこなければ。まあ、その不確定要素っていうのが、 まあ、テーパリングであったりとか、中国恒大の問題であったりというか、まあ、そこあたりのリスクになっちゃうんですけど、そこあたりが何もないようならば、無駄に通過してくるようならば、まあ、マザーズへの指揮の流れっていうのは少しもうちょっと明確に出てくるのかなっていう気はします。なので現状のマーケットの動きを見てみたんですけど、日本株は今日弱かったです。弱かったですけど、特定の銘柄にちょっとやられてしまった感が強いかなっていうふうには、個人的には思います。 さっきも言った通り、これですね。FANAC, M3, キ金工業、ファーストリテイリング、ソフトバンク。この5銘柄だけで、いくらだ ?100、200、ま、200円弱ぐらいですね。下落してることになるんですよ。下落ようになってるってことになるんですよ。この5銘柄ですね。で、今日日経平均いくら下がったのかっていうと、200数十円じゃないですか。ほとんどの原因が、この5銘柄で説明がつくんですよ。 えっと、日経平均278円やってたんですけど、うち200円の下落要因が今言った5銘柄によるところがでかいです。はい。で、反面グロースとかテック、マザーズであったりとか半導体株であ、まあ、ハイテクとかね、そこあたりが根が強かったとっいう形になるので、なので今、グロースにまたね、資金が向かってきそうな気もしなくはないです。金利が下がってきてるんだったら。WTI 銀を一旦下がってきてるので、 そうなってくると、インフルケレンっていうところが交代して、またね、ちょっとグロースの方に資金が向かいやすくなってくるかなとっていう気はするんですよね。どちらにしても僕今まだですね、グロース株中心でトレードはしているので、あちなみにこれが WTI 原油ですね。はい。前言ってたその、ピューモナツの抵抗ラインあたりで一旦頭を抑えられて今下がってるんですね。86ドルから81ドルぐらいのところまで下がってます。はい。まあ、ここあたりも、 しっかりとね、こういった動きがあるっていうところを再度いてほしいかなと思います、まあ。とりあえずは、今言った通りグロース株重心でやってていいかなって思いますね。はい。僕はそれにやってます。で、あとは主力どころも、もし安くなったんで、今日試しにちょっと仕込んでみたんですよね。いくらぐらい仕込んだっけなえっと、試しなんで 2000, 2000万弱ぐらい仕込んだのかなはい。あの、そんな感じで今のところ僕はやっています。なので、まあとりあえず、また動きがあったら、 YouTube であったり、Twitter で情報配信していくので、とりあえずは FOMC であったり、まあそこあたりの重要イベントが通過するまでは、値動きの軽い銘柄がね、やっぱし取り組みやすいというところを意識しつつ、マーケットとこの1週間、2週間ぐらいは付き合ってあげたらいいんじゃないかなと思います。というわけで皆さん最後にですね、よかったらチャンネル登録とこういうタンを押しておいていただけると、すごい嬉しいので、皆さんですね、よろしくお願いします。明日もですね、いいトレードしていきましょう。今日も一日お疲れ様でした。